怖い話の間違い探し。間違いは全部で10個ねば。さあそれでは行くねばよ。今日もネバールくんが体験した怖い話を紹介するネバー。ネバールくん、みんなで山登り行った時うんちがしたくなったネバだから、みんなと別れてトイレを探したネバよ。するとしばらくしてなんだか薄気味悪いトイレを見つけたネバー。ネバールくん、ちょっと怖かったネバだけど、もう我慢の限界だったネバだから、一番奥の個室に駆け込んだネバ。すっきりしたところで個室を出ようとしたその時、何やら怪しい音が聞こえたネバよ。よく聞いてみると、それはたくさんの人たちが行進しているような音だったネバ。すると、次の瞬間、全体、これ、一体何が起こってるのか分からず、静かにじっと待っていると、異常なしと怪しい声が聞こえてきたネバー。ネバールくんがいたのは一番奥の4つ目の個室。異常なし。その声は徐々にネバールくんのいる個室に近づいてきたネバよ。異常なし。次はいよいよネバールくんのいる個室ネバ。そしてガキのかかった個室のドアを外側から何者かが無理やり開けようとしているのが分かったネバ。しばらくじっと待っているとドアの向こうにいた何者かの気配は消えたネバよ。ああよかった。安心してふと上を見上げると、そこにはじっとこっちを見つめる兵隊さんの姿が。やみんなも一人でトイレに行くときは注意するねばよ。どこからか誰かに見られているかもしれないネバだから。みんな間違い分かったネバか。え、分からなかったって、それは怖いネバね。じゃあもう一回行くネバよ。今日もネバールくんが体験した怖い話を紹介するネバー。ネバールくん、みんなで山登り行った時うんちがしたくなったネバだから、みんなと別れてトイレを探したネバよ。するとしばらくしてなんだか薄気味悪いトイレを見つけたネバー。ネバールくん、ちょっと怖かったネバだけど、もう我慢の限界だったネバだから、一番奥の個室に駆け込んだネバ。すっきりしたところで個室を出ようとしたその時、何やら怪しい音が聞こえたネバよ。よく聞いてみると、それはたくさんの人たちが行進しているような音だったネバ。すると次の瞬間、全体、これ。一体何が起こってるのか分からず、静かにじっと待っていると、異常なしと怪しい声が聞こえてきたネバ。ネバールくんがいたのは一番奥の4つ目の個室。異常なし。その声は徐々にネバールくんのいる個室に近づいてきたネバよ。
異常なし。次はいよいよネバール君のいる個室ネバー、そしてさあ、最後は答え合わせねば。気味悪いトイレを見つけたねば。ネバール。間違い分かったねばか。それじゃあまたみんなで遊ぼうねば。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうねば。チャンネル登録してねばね。グッドボタン、ベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるねばよー。